サブスタンス、レジ玉でも OK よー言えたからに。はい、ということでサブチャンネル撮るんすけど、なん撮ろうかな思ってさ、あ、これあれよ、今日りょっくんがなんかちょっとお出かけしてるから、りょっくんの部屋勝手に使ってます。すいません。はい、撮ろうかな思って、はい、撮ろうか思って考えてたんすけど、僕らあれじゃないですか、一応 SNS やってるじゃないですか、ツイッター、インスタ、TikTok か。で、ふと思ったわけよ。俺たち、学生時代もツイッターしとったなと思って。で、学生の時のツイッターを見たら、なんかおもろい画像でもあるんかなと思って、ちょっと見てみたいなと思って、何個かあったんすよ。学生時代のツイッター。りょっくんつかきゅんは、りょっくんつかきゅん俺は学生の時もツイッターやってて、みっちゃんはツイッターやってなかったから俺が勝手に作ってんけどさ。だから今回は俺、つかきゅん、りょっくんの学生の頃のツイッターをちょっと見ますってことで GO! でまず俺のツイッターからいきますね。学生の時のまだ残ってるんすよ。あ、早速あった。はい、こちらドン。唐揚げくんっすね、これ。日本大相撲協会代表取締役。おりそう、ほんまに。結構センスあるツイートしてるやん。2015年10月10日。貫禄あるなぁ。今だいぶ痩せてんな、でもあいつそう思ったら。はい、次。また唐揚げくんできた。ほい。グースハウスの人です。おったよな、確かに。グースハウスでデブの人。バレ似てるやん、これ。あれは結構センスあるツイートしてるやん。結構な、学生の時のツイートって今見たら恥ずかしかったりするから、あんま見たくないねんけど。お!これは、俺が初めて誕生日祝ってもらった時のやつや。懐かしい。そうそうそう、これ、つかきゅんになんか、あれや、手紙食われてるわ、これ。なんか、手紙書いてもらったよな。なんか、そう、ミシェルさんか。ミシェルさんがおめでとうって手紙書いてくれて、その書いてくれた手紙を、つかきゅんが食ってる写真ですね、これ。あ、ほんでこれがあれや、坊主サウンドミニリンク2や。これこれこれ、これプレゼントしてもらってんな。これ今りょっくんのやけど、普通に今俺が住んでる家にちゃんと撮ってあります。はーい、すいません、10分に着きます。すいません、寝てました。死にたいんですか。おはようございます。これなんか遊ぶ約束しとったんやろな、きっと。で、あいつが遅刻したと。あんまおもろいんないな。じゃありょっくんのツイッター行ってみるか。え、いや、動画撮ってた。あ、どうぞ。あ、お疲れさんです。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。りょっくんのツイッターがアラームめっちゃセットしてるわ、こいつ。9時起きろよ、起きなさい、あんた。お前やばいって起きろ。兄ちゃんまた寝てるやつはこやな。頑張って留年回避するためにアラームをいっぱいセットしてたわけですよ、きっと彼も。てか最後諦めてるやんけ、これ。はい、次。うーわ、出た。現地で讃岐うどん作ってるで食べたい人ぜひ。めっちゃ沸かしてるやん、これ。何玉沸かしてんねや。2016年4月13日。2016年ってことは、ルクン4回生か。やばいな、こいつ。本格的に飯食ってるやん、やっぱり。はい、次。また沼ってもた、えぐい。これあれっすね。僕とゼウスくんっすね、これ。オレンジで。机の上切ったね。切ったね。はい、次。おお、アホと帰ってる。なんでこれにしたんやの、画像。うわぁ。おい、なんやこれ。初心を忘れてはいけません。誰だって初めは何も知らない赤子だったのですから。やってるやん、この時から。今と同じようなこと。てか中ほんまにチーギューみたいなジクサツ着てるやん、こいつ。なんやこれ、ボーリング場やけど。見せれる写真はそれぐらいかな、見てる感じ。あいつ、つかきゅん、つかきゅんのツイッターマジで悲惨なんよな。あるんかな、ちゃんとしたやつ。写真とか投稿してたっけな。パチンコ屋さんとか靴の写真。この時から売ってたんか。2017年一流中か、つかきゅんが。なるほどね。おーおーおお、
ー、また次もジャグラーの写真出てきてるわ。出た、全裸ションベン。あれ、これ使い回ししてない、こいつ。2016年5月21日。ええ顔してんな。うんこしながら自分の姿が見れる鏡に需要はあるのか。なんで撮ったんや、こいつ。あ、終わった。暗いっすねー。はい。みたいな感じっす。まあ、結果、まあ学生の時のツイッターを、まあ、見てみても、まあしょうもない結果で終わったと。あ、お疲れ様です。ワイの部屋で、お前は何してんねん、これ。汚ねえな汚ねえな、おい汚ねえ。おい。あ、やばい。Wi-Fi の支払い請求書来てるやん。これ払わないと。さすがにまずい。ああ、それはまずだいぶ。ってな感じでした。お疲れちゃーん。バイバーイ。